出るね。おい、ほんまに来たで、危ない。皆さんこんにちは、木村健太です。いよいよ梅雨入りということでですね、今日もこういう天気です。でこんな時ね、僕もトップウォーターこの時期よくやるんですけども、今回はねこのハイサイダージュニアを使ってちょっと面白い釣りをやってみたいなと思います。でね、僕はこのまま使うんじゃなくてチューニングをして使うんですけども、これがねノーマルタイプのハイサイダーで、これが僕がチューニングしたもので、何が違うかというと、ね、まあ一番目立つのはやっぱリップですよね。これも豪快にニッパーとかでバチッとカットしちゃいます。この後ろについてるヒートンですね、このヒートンに針がついてるんですけども、これをもう豪快に取っちゃいます。でその取った分のヒートンっていうのをこっちのジョイントの3つ目の部分に移植しちゃいます。こうすることでね、本来ハイサイダーってこうちょっとお尻を下げて浮くんですけども、それがこのお尻の浮力がマスコットによって真っ平らに平行に浮きます。でこうすることでね、ちょっと水面でピタピタピタっと波紋を残してくれるので、すごい大事なチューニングです。でタックルなんですけども、この釣りに関して言えば、僕はツイッチして水面でこううね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 動かすようにアクションしてやるんですよね。なのであんまり長すぎるそうやと疲れるんで、僕はスペックルレーサー、6号のヘビーアクションっていうのを使ってるんですけども、割と短めのもので、まあアクションにキレが出るようにちょこ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 動かしてやります。でラインなんですけども、これもね、もうよりアクションが伝わりやすいように P ラインを使ってます。こうすることでフロロとかでもね動かんことはないんですけども、まあ、単純に動かすストロークがすごいラインが伸びる分たくさん取ってやらないといけないんで、 P を使うともっと軽くね細かく鋭く動かすことができるので、僕はもう楽するために P 使ってます。なんでこれで食わなくなるってこともないんで、まあ、P ラインをおすすめします。でね、アクションの仕方なんですけども、まずおもむろにもう飛ばせるだけビヨーンって飛ばしちゃいます。で遠くに飛ばすね、普通フロロとか使ってるとアクションがつきにくいんですけども、これ P あえて使ってるんで、この遠くにあってもしっかりアクションを伝えることができるんですよね。動かし方のコツなんですけども、これすごい重要です。もう細かく鋭くロッドディップにちょっとルアーの重みを感じるぐらいに細かくこうやってトゥイッチしてやります。で大事なことはあまりリールを巻きすぎないこと、もう本当に糸吹きを取りながら細かくロッドティップにルアーの重みを当ててやるっていう感じで、イメージとしてはね、首をカッ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 って振らすドクオークアクションですね、細かいドクオークアクションさせる感覚でやることで、通常のペンシルベイトだとね、水面をツルンツルンって滑っちゃうんですよね。ワンピースのルアーだと頭だけでドクオークしちゃうんですけども、この4連ジョイントを使うことで水に絡んであえて動きを止めてくれるんですよね。で止めてくれることによって、その一箇所で激しくじらすようにアクションをさせることができるんです。でこの時期ね、すごい魚の気になってるテリトリーってすごいちっちゃいんですよね。で秋とかそのベイトフィッシュを追っかけてる時は割と広い範囲でドッグオークさせてやった方が出たりするんですけども、この時期は極力移動距離を抑えて激しくというのがすごい肝になってくるんで、この使い方すごくいいと思います。ちょっとちっちゃいけど出たね、出たね、いい、
出ました。連発ですわ。やっぱね、ハイサイダーのいいとこによう乗るんですわ。横から、前後からハーモニカみたいにガンって食ってくるんで。出方しました。